石窯の余熱なんですが、このように上だけこの天板を入れてください。そして下の天板は特に温める必要はありません。ハイブリッド加熱水蒸ですね、加熱水蒸気が入るようにして余熱をします。で最高温度でちょっと長めに余熱をかけておいてください。でこれなんですけど、ピーピーピーって言ってから5分ぐらいしたら釜に入れれるようなタイミングで余熱の方をかけておいてください。ではオーブンに入れていきます。で加熱水蒸で230度で10分スチームをかけて焼いていきます。10分経ったので一回取り消しをして上の蓋を取ります。そしたら180度をですね、変えてあげてください。でまだちょっとまだ下にはっついているのでこのまま焼いていきます。では普通の加熱水蒸を外してオーブンで220度でちょっと様子を見て、まあ、20分でセットするんですが、2回押してください、余熱なしで20分で見ていくんですが、あと10分か15分ぐらいで出す感じになります。オーブンの中はこんな感じになってます。焼き上がるとこう取れるようになります。